はい、酒好きな新潟人のイース動画です。今回は、リクエストにありました、スピリタスです。はい。これまだ飲んでませんでしたね。まあ、有名なね、ウォッカです。アルコール度数が96度という、非常に高い、ウォッカです。蒸留を繰り返すこと70数回。70回以上もやってんだ、これ。純度を極めたポーランド産のウォッカーのお酢です。なんだお酢ですって。アルコール度数が高いため、火気に注意してください。ポーランドではチェリーなどの果実を漬け込んで、家庭で果実酒を作るのによく使用されています。容量が 500ml。これ値段が1500円ぐらいですね。スピリタスを使用した果実酒のレシピを裏面に記載していますのがあります。オレンジ風味。オレンジの皮2個分。レモンの皮4分の1個。スピリタス 200cc。水 100cc。とかなんかいろいろ書いてありますね。うん。まあ、いわゆる梅酒みたいなもんでしょうか。うん、まあ、俺、スピリタスで梅酒つけたやつあるけど、もう飲んだけど、飲んだんだっけ？確か飲んだよな、あれな。1年前ぐらいにつけたやつ、2年前ぐらいだったっけ？そういうのは飲んでいきたいと思います。まあ、ウォッカなんで、これ倍で、水で薄めれば、普通にウォッカとして飲めますからね。普通にウォッカとしていただけますんで。それでは、いただきましょう。乾杯。まあ、今まで俺飲んだ中で一番度数高いやつが、これですね。ここにありますけど。このバカルディ151ってやつ。これが75度。アルコール度数が75度。75.5 度。のラム酒。これうまいね。コーラとかで割って飲むと非常に美味しい。乾杯。あ、なんだろう、これ甘い。あ、甘い上になんかすげえ、喉がね、痛いっていうかね、なんか甘い。結構甘い。いや、甘い。なんかちょっと、しょっぱい。口に入れた瞬間、若干なんかしょっぱさがあって、そっから甘さがぶわーきて、で、喉がうわーみたいな。もうなんかすげえ。とにかくすげえ。うん。なんかね、口に触った瞬間ね、なんか塩水みたいな。ちょっとしょっぱいね。ちょっとしょっぱいな、これな。うわ、でもすげえきつい、これ。これ一気飲みしたら結構やばいぞ、これ。喉が焼ける。ちょこっとずつ飲もう。うん。しょっぱいっつか、砂糖水。いや、なんか、塩と砂糖を入れた水みたいな味がする。なんだろう。ちょっとしょっぱいような、甘いような。うわ、これほんと喉やられるんで、これ多分水とかで、あれ、割って飲むか、もしくは、なんだっけ、水用意して、なんて言うんだっけ、ウイスキーとかでよく一緒に飲む。ウイスキー飲んで、水飲んで、みたいな。あれ用意した方がいいです。ただの水を用意した方がいい。これ飲んだ後に水飲んで、ってやった方がいいと思う。これ下手すると、食道癌とかに、
なる可能性もありますからね。あんまり度数強いやつとか、飲んで、痛めるから。つってもこんなもん、ロシア人じゃなきゃ、まともに飲まねえよ、こんなの。うわ、きつ。きついはきついけど、まあ、ちょっとそもそもあんまりしょっぱいので、なんかあんまり美味しくない。正直。これ炭酸水で割ってみよう。炭酸水で割ろう。あんま美味しくねえな。そもそも度数が強いウォッカっていうより、なんか度数が強いしょっぱい水みたいな感じ。なんだろう、俺の味覚がおかしくなったな。あまりに度数が高すぎてわけわからんくなったか。うん。ちょっとなんかやっぱしょっぱいんだよな。飲んでみるとわかるけど。うん。なんだろう、しょっぱい。しょっぱいですね。まあ多分なんか、舌がなんかあれなんだろうね。度数が高すぎて、あんまり、俺の味覚がその、機能しなくなってる可能性が高い。舌に触れた瞬間ちょっとしょっぱいんですよ、なんか。不思議ですね。まあ、スピリタスは、結構どこでも売ってますからね、これね。度数高い割に安く買えるし、1500円で買えるし。まあ、ただ、夏季厳禁ですけど。まあ。まあ、この中にね、レモンとか入れて飲めば美味しいかもしれない。スピリタスのあれ飲んでみようか。梅酒。スピリタス梅酒。前俺作ったの。俺動画で飲んでなかったっけな。確か飲んでたよ。動画で俺紹介して飲んでたよ。ちょっと久々に飲んでみようか。はい、スピリタス梅酒久々に2013年の6月の9日につけたやつですね。スピリタス 500ml に氷砂糖と氷砂糖 250g、梅 250g。 これはかなり甘いんだよ。久々に、あっ、硬い。久々に飲んでみるか。
乾杯。もう2年以上経ってるね。2年半ぐらい経ってる。乾杯。うわ、甘め。冗談じゃないぐらい甘い。うん。甘い。度数は低い。度数はだいぶ、あれだもんね。多分度数40度ぐらいだ。あんめ。めっちゃ甘い。ああ。ああ、でも、うめ。うわ。ほとんどこれシロップだ。甘すぎる。これ砂糖入れすぎたんだよな。入れすぎたっていうか、俺あの、初めて梅酒作ったから、分量がよくわかんなくて、とりあえず、あの、酒をね、酒2に対して、氷砂糖1入れて、で、梅も1入れたんですけど、それだと甘すぎたみたい。めちゃくちゃ甘い。これの10分の1ぐらいの甘さでいい。個人的に。これは甘すぎるんだよ。失敗作。これ、あれだね。今度ここら辺。今度っていうか、梅入れて、梅とスピリタスで倍ぐらいに割れば、まだ美味しいかもしれない。まだ、梅とスピリタスを追加して、倍ぐらいで追加すれば、多分、いい感じに、なるんではないか、思います。それでは、それでは。コクはない。ないね。コクは、多分ないでしょ。いや、ないね。甘みが割とある。で、香りは別にないのか、わからん。もうなんか度数が高すぎてよくわからない。買いかどうか微妙ですね。ああ、1433です。ご視聴ありがとうございました。